皆さんこんにちは。こんな風に動画に出るのは久しぶりですね。今回は椅子や姿勢の話をしますが、椅子は椅子でも飛行機の座席についてお話します。皆さん飛行機乗ってますか？でも飛行機で長時間のフライトに乗ると、体が痛いと、腰が痛い、肩が痛い、もうとにかく体が辛いから長時間のフライトは大変なんだという方、割といらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、私も同じです。長時間飛行機に乗るともう体中が痛くなります。どうして長時間飛行機に座っていると、体が辛くなってくるかというと、基本的には長時間座ってデスクワークするのと同じ問題があるからです。その問題は姿勢と、そして体が動いていないということです。まず姿勢に関してですが、飛行機の座席に座っていると、基本的にはこういう作業はしないという前提なので、ちょっとゆったりした感じになるじゃないですか。でもそうすると腰がですね、猫背になりがちなんですよ。これが腰が痛くなってくる、背骨が痛くなってくる原因でもあるので、飛行機の座席に座るときには背骨の S 字を保てるような工夫をまずしてください。背骨のここの腰椎の部分ですね、これがやっぱり丸くなるから猫背で背骨が痛くなってくるので、これをこんな感じにしたいわけですが、よくあるのがクッションやブランケットをここに入れるということです。ここの腰椎の部分が曲がってるんで、ここに入れたらいいっていう方が割といらっしゃるんですけど、実際にはですね、ここの骨盤のあたりを支えた方がいいです。よく仙骨なんていう言葉を使ってますけども、この仙骨のあたり、ここさえクッションや何か当てればですね、自然とこの背骨の S 字は保てますから、なるべくこのあたりに入れてください。飛行機の座席がないので都合上ちょっとシェルチェアにしました。フルサービスの飛行機の場合、だいたい座席の上にですね、こうやって、ブランケットなりクッションが置いてあるじゃないですか。これを活用しましょう。で、座るときにこの上の部分をこうやってクッションを当てるんじゃなくて、少しですね、この尾骨の部分ですね、そこを挟み込むように仙骨の部分にこういうふうに当てるといいんです。見えますかね。お尻の下の部分からこう覆うようにして入れるといいです。少しだからお尻の後ろで挟み込む感じですかね。こうして持たれることによって背骨の S 字が保てます。こんな感じにしてみてください。LCC の場合はそのブランケットとかそういったものはありませんから、持ち込むしかないでしょうね。とりあえずこんな風にブランケットとか入れとけば、とりあえず背骨に関してはいいんですけども、それでも長時間座ってるととにかく各部が辛くなってきますよね。これはやっぱり動いてないっていうのが原因なんですよ。だから動くべきなんです。しかしそれが飛行機では、特にエコノミーでは難しいじゃないかと言われると、その通りなんですよ。それでも動く工夫をしてもらいたいということで、まず膝ですよね。エコノミー症候群っていう名前の病名がある通りですね、こうやって膝を曲げっぱなしで固定すると血行不良が起きていくとか問題がありますから、なるべくこう膝とか足は動かしたり伸ばしたりできたらいいですが、これも飛行機の座席によりますよね。もう私も飛行機によってはですね、ここ当たっちゃうんで足がもう揃えられない、動かせないということはあります。で、理想はですね、やっぱり立ち上がるということですよ。1時間に1回ぐらいは立ち上がって体を全身運動するということをお勧めしますから、飛行機に座ってるからといってずっと座りっぱなしではなくて、定期的に立ち上がるということです。だからおすすめは通路側です。あるいは緊急脱出があるところですね。あれだったら3席並んでても全員前に出れますから。窓側とか、真ん中に座っちゃった人はですね、そう頻繁に立ち上がるってことがしづらいっちゃしづらいので、動きたいんだったらなるべく通路側がいいかなと。長距離フライトだったら私も基本的には通路側に座るんですけど、動きたいからもあるんですけど、トイレに行きたいんで、いつでも自分の立てるタイミングでトイレに行きたいんで通路側に座りますし、私なんか結構頻繁に飛行機なんか立ち上がってですね、空いたスペースとかでですね、よくストレッチしてます。
もう人目は気にしません。で、常に体を動かし続けて、なるべく現状維持するということがいいわけなんです。ああ肩凝ったってなってからではなかなか戻せないので、肩こりしないようにこうやってずっと動かし続けておくっていうことがいいです。まあ、あとは飛行機の座席ですね。飛行機の座席がもっと進化して、なんかこの骨盤とかこの部分が動くようになるとか、なんかその辺してくれたら一番いいんでしょうけどね。まあおそらく事故があったとかそういう時のために、まあいろいろ制限があって今の形っていうのがあるんでしょうけど、まあ長距離のフライトを乗る方は多分皆さん各々でグッズを持ち込んでたりすると思うので、まあそれで工夫するもんだとは思いますが、まあそれでも足りないなという方は今の私の話ですね。やっぱ体を動かし続けるっていうことをなんとか取り組むようにしてみてください。あ、もちろん腰の形状もですよ。まあいろいろ話しましたけども、こうした工夫をしてもらったら今までより多少は良くなるかもしれませんね。でもですよ、この飛行機の姿勢とか動けない問題に関しては、まあ解決できる方法はあるにはあるんですよね。ファーストクラスとかビジネスクラスに乗ることです。もうこんな話すると身も蓋もないですし、ファーストクラス乗ってくださいなんて言えないじゃないですか。ファーストクラスなんてあんなもんバカ高いですから、あんな誰でも乗れるようなもんじゃないですよ。それはファーストクラスだったら解決できますよ。何せ横になれますからね。ゴロゴロしようが何しようが OK です。ビジネスクラスに関しては、まあ、飛行機によるみたいですけどね。フルフラットに倒れるビジネスクラスもあるみたいなんで、でそれ以外の、まあ、エコノミーとかプレエコノミーぐらいの方は今のことを踏まえて長距離フライトに臨んでもらえるといいんじゃないかなと思います。ということで参考にしてください。ちょっと今日喉が枯れてたんで聞き取りづらかったらすいません。では。